ありがとうございます。では、政治法をやっていきましょうか。豚のために金はなる。豚のために金なの？冷静になって聞いてみたらよ。地下じゃねえのか、これはよ。薄倉村、まあ、長距離移動みたいな感じだ。薄倉さんいいんじゃねえか。豚いる。カラスもいる。かわいい。なんだか薄暗いわね。っていうことは、ここはきっと、ここが薄暗村ね。うん、安直。おや村人でない人を見るのは随分久しぶりだよ。あんた遠くから来た人だろ。あんたのその顔つき、間違いない。きっと冒険者だな。いや、廃刊行です。でもちょっと悪い時に来たね。いや、冒険者なら逆にちょうどいいタイミングなのかな。え、悪い時ってどういうことよ。それはだね、聞くも恐ろしい、語るも恐ろしい話なんだけど、じゃあいいです。え、こう、なんだ、ホラーか。あ、また風の音だ。あー、恐ろしい。今度は一体誰が、何、人狼でもやって。おい、お前食料になんの。何何、一体何なの。おお、今度はフレディが豚にされてしまったか。ポコ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 、わあ、暗がり、闇を背負っているこの人。おじさんは？わしはこの村の村長じゃ。じゃあお前だな、犯人は。あなたたちは旅のお方じゃな。こんなところで話をするもなんじゃ。とにかくわしの家に来てくだされ。もっと大事件になってろ。この村だけの話じゃねえだろ、これは。少ねえな、村人。旅のお方よ。我が村、薄暗村へようこそ。と言いたいところじゃが、そういうところではないんじゃ。見ての通り、この村には呪いがかけられておるのじゃ。呪い？実はの、この村の先に森があっての、その奥にオドロン寺院という古い建物があるんじゃが、そこに住み着いた化け物がかけた呪いによって、寺院の鐘が一つ鳴るたびに、村人が一人ずつ豚にされてしまうのじゃよ。愛する人が豚にされる。そして今度はいつ自分が豚にされてしまうのか。恐ろしく夜も眠れんのじゃ。まあこの村は一日夜みたいなもんじゃかな。出たらこの村、このままではいずれこの村は豚バラだらけじゃよ。悪いことはいかん。豚にされる前に早くこの村から立ち去るがいいよ。お前らも出ろよ。そうはいかないわよ、村長さん。あ、私たち探し物をしているの。スターソンっていうキラキラ光る星の形をした石なんだけど、知らない？ちょっと、スターソンというものがどうかわからぬが、このオドロン寺院に赤く輝く星の形の石が祀られているという話を聞いたことがある。バッチリ。ほんと？きっとそれがスターストーンよ。あんたち、ひょっとしてオドロン寺院に行こうというのかね。ブラブラ、なんというかな。わしらの村のためにありがとうってか。別にお前らの村のためじゃねえよ。わしらには豚にされたとはいえ、愛する家族や友人がおる。本当にここはわしらが生まれて村なのじゃ。この村を捨てることはできんの。捨てるわけじゃなくてさ、一時避難だと思うぜ。なあ、ふぅ、無駄になったらどんな気持ちかな。それとも気持ちは消えちゃうのかな。ああ、嫌だな。なんか深いこと。とりあえずちょっとミンチにしてみようか。ダメ。ここは宿屋です。民泊じゃねえか。よし。まあ、その寺院に行くことが、今回の話ということですね。カラスは豚になんねえのかな。また敵強くなりそうだな。あ、村広かったわ、案外。なんだよ、広いじゃねえか。ああ、どうしたの？ここ。みんな。うわ。腹減った、なんかくれ。いるじゃねえか、いっぱい。お店の主人が豚になってから食べ物を買うことができなくなってしまいました。子供たちもお腹を空かせてしまってどうしたらいいんでしょう。母ちゃん、なんかあったっけ、俺。食べてもかった。もし何か食べ物持っていたら少し分けてもらえませんか。まあいいけどね。パチキシッシュ。食べ、あ、あんじゃねえか、ホットドッグ。これ食えよ。おう、お前食うなよ。俺と言ったら何ですか、これを受け取ってください。最終的にお前これで飯を取ろうとしてたのか。どちらから？ああ、金消えた？金、
金俺聞こえんだ。ブー。おい。豚って美味しいの。豚って美味しい。こいつがなんかやる前に早く戻さなきゃな。まあ、やるなら別の豚にしようよ。この村で大月さんだけは頼りです。大月さんに願い事をしています。豚になれませんように、豚になれませんように、もう豚は食べません。確かにそう思ったら豚、なんかトラウマになるな。ブヒヒヒ、めちゃめちゃ愛し合ってる。こいつらはもう豚になったことを喜んでる。あ、悲しいね。ああ、元気だね。うん、くす。俺先思うんだ。どうせダメだったら豚らしく丸々と太った豚になりたい。でも豚は筋肉質。だって外国の豚って想像しただけで豚じゃないな。なことねえだろ。あら、どうしたの？ブギザー、ブギザー。ブギザーってなんだよ。武器やってんの？あら、お客さん、ぐっすん。ごめんなさいね。今は店をやってないんだよ、ぐっすん。え、どうしたのかって？ぐっすん、うちの旦那が豚になっちまったんだよ。豚に。ああ。もう森へ薬草を取りに行ったんだけどさ、なかなか戻ってこないと思っていたらこんな姿で戻ってきちまったんだよ。ちゃんと戻ってくんだ。だから喧嘩した時あんたなんか豚になっちまいななって冗談で言ったんだけど、本当に豚になっちまうなんてこれ甘いんだよ。それは冗談になってねえからな。なんかあれ意外に楽しみことあって、だから店のサルが時々来んよ。あれパンツそこら辺にパンツ、うんパンツ、うんガミか、うんパンツ、あんた、え、ああごめん寝てた。あ、お前の話聞くとは言ってねえんだよ。元に戻すかできないかね。できるかな、何でも協力するか。何でも、何なら水の倉庫にあるものを持って行っても構わないですよ。あのさ、鍵閉めてんじゃないかお前。え、倉庫に鍵がかかっていて開かない、わざつきねえな。森にでも落としてきたんじゃねえかな。ぐっすん、あ、宿泊危険だ。森に落としてくんな。ここは民家だ。あれ？こっちは？こっちなんかあんだ。ああ、ダメだ。ダメなんだ。なんかありそうだな。こっちは？小説家、毎日たくさんの本を読みます。無駄になっても本が読めるのか、それは心配です。小説家なのに？バケ？あ、なんだ？急に取れるな。かぼちゃ？うん。あ、開けろ。この先の森には恐ろしい化け物が住んでいるという話だ。どうしても行きたいのなら村長の融資をもらってきなさい。あれ、どっかで聞いたセリフね。まあいいわ、村長の家に行きましょう。ん？そんなことあったっけ？全然覚えてねえよ。あ、これはどうよ、マリオ。マスカ、また誰かが豚に、お前じゃねえだろうな。おうおう。これ、マリオが鳴ったらさ、ゲームオーバーちゃう？それと、音を聞かなければいいんじゃねって思ったりするわけですよ。まあ、村長だろうな。あれ、誰に違う？ネガティブになっちゃう。まあ、あっとけ。村長！村長！許可もらったことにしようぜ。なあ。許可もらったことにしようぜ。もうそれでいいだろ。どうせ滅びゆくんだからさ。いっぱいいる？ん？ん？また。金になってね。あ、お前もかい、早くね。じゃなくて豚になってるの？まあちょうどいいわ、さっさと通らせてもらいましょう。うん、ドライ。いいね、クッシング。ドライだね。これは岩か。あ、なんか押せそうな雰囲気。本当に押せるじゃねえか。え？ああ、鍵！黒い箱を開けるのに必要な鍵？ああ。
倉庫の鍵じゃねえな。これ？これか。黒い箱ってことはまた新たな黒い力が芽生えるというわけかい？微妙だ。なるべく先制攻撃をかます。毒攻撃してきそう。はい、4目だ。この強フリボーじゃねえじゃねえか、この強さはよ。フリボーは一発で死んどけ。はい、ハイパークリボー、要するにハイパーなクリボー。はあ、強いな。でも力を取り合ってためると次の攻撃は攻撃力が8にもなるのよ。強っ。うん、力を貯めたら攻撃してくるまでさっさと倒さないとやばいわ。なるほど、逃げることも選択肢いいだろう。まあ、とりあえず1人はやる。はい、食べんなよ。食べた、食べんなよ。消えんなよ。まあでも普通に倒せるんじゃないかな。 OK、 攻撃さえさせなきゃいいんだよ。まあ次が問題だけど。うわー、ためやがった。俺体力なくね。宿泊券しとけばよかった。あーでも次で回復していた。うん、どうすっかな。ここは防御しとくか。あ、防御しよう。これは戦略的に、あ、間違えた。あ、ビッシュ倍かな。あっち丸々食らったぜ。まあ、防御しようって話じゃないかな。よし、とりあえずこれで終わりだ。はい、でこれでレベルアップして全ては結果オーライ。さあレベルアップだ。いや、やっぱバトルじゃね。よし、ふう、オッケー。バトルポイントが6きた。ハート増えるか。いや、パワープラスか。ん、ああパワープラスにしよう。ふい、スーパーキヌーク。な、ふい、あーネトビやろうめ。まあ、基本的には一緒なんだよな多分。これも一応見といて。ふい、ハイパーパタクリボンね。あー一緒だね。羽がついたやつね。はい、でもこれサクッと終わらせよう。はい、飛びのついたハイパークリボンね。9食べた後に倒されたあっという間にピンチ。あの攻撃をなんとかかわすことができたらいいんだけどね。かわすか。そんなことをする前に終わらせりゃいいんだよな。ああ、弱かった。なんで潰れた？なかったっけ？ためんな。ん、ためんな。やめとけって。お前らがその気なら俺も出るとこ出るぞ。これは、あ、攻撃力と防御力をアップさせる、うん、俺も出るとこ出るからな。覚悟しとけよ。
方の俺の A で行くぜ。なあ、聞いてる？まあそんなこともあったよねと笑いながら話したい。そんな時が私にもありましたね。はい。そういえばみんな元気かな、あの世で。私の名前は宇宙人。はい、どうだ。力をためてっから、こうそういうことなんだよ。ピー、よし、オッケーオッケー。ふい、これもふい、ほれいけんじゃねえか。しまった。おお、敵か。違った、帰れ。あら、もうどうすんだこれ。いけるかこれで。ダメだ。あ、そっか、くっそ、お前にアドバイスをもらうなんてな。強く、お店の鍵ですね。じゃあ一回帰って倉庫を荒らしてこよう。よし。さてこの間に誰か豚になったか、なってないな。ここに多分呪いの宝箱があるんだろ。ほらね、どういう倉庫やねん。これ大事。防御プラスのバッジ、いいね。ほうほうほう、テレさん服、相手いっぱいだ。いっぱいか。仕掛けまあいっか。なんで過ごしてんの。バッジ、防御プラス5。ナイスで防御。フラワーフレー上、ああ、そんなんつけてんだ。アピールはいらんか。連続ジャンプもいるし、次々ジャンプもまあいるっちゃいるし、ああ、困ったな、やっぱ、バトルポイントいるわ。嘘。ああ、間違えたわ。やばい、ノゴタロにしちゃった。そこは俺、まさかこんなところに人が来るなんて信じられないわ。ん？え、前にも私のような箱を見たことがあるの？うん。違う違う違うよ。それは私とは関係ないわ。というか、あんたたち、私をここから出して、お願いよ。え？開けたら呪いをかけるんだろうって。呪いというか、なんというか。どちらかというと、あなたに素敵な能力をあげたいと思うんだけど、うわ、これは真実。これは真実。本当お願いよ。こんな鍵を見つけて箱を開けてくれるだけでいいのよ。鍵はこの村の近くにあるはずだけど、こんな姿では探しようがないの。もうあなたしかいないのよ。だから、お、展開。そろ。あら、すでに鍵を見つけてくれたのね。本当ありがとう。やったぜ。ブワーバーカおめえ。ほんまちょろいな、マリオよ。はい、セクシーなレディーも出てくると思っただろう。もうこんなとこいたらいたで問題だけどな。お約束で恨みを込めてきっちり呪ってくれるわ。俺は何もやってねえんだけど、むしろ俺様の呪いは恐ろしそう。体を小さく丸めて転がり回ってしまう恐怖だ。それは呪われろ。でも好きな時に使えます。うわぁ、これでお前は呪われた。ざまあみそ漬け。この呪いが発動するとお前は歩くことができなくなってしまうのだ。いえ、なんて面白い。さて、お前の苦しむ姿を王様見てやるとしよう。さあ、絶対あれを失敗するのだ。そのまま、グリュグリと何か回すのだ。ん？こっちか？おぉ、なった。うわぁ、なかなか面白い姿だな。ざまあみろ。その姿は続き血を這うようにコロコロと転がるしかないのだ。お前の惨めな姿をじっくり見てよ。さあ転がってみろ。おーん。OK？OK 言うてる。うわあ、どうだ、惨めだろ。
コロコロ転がるに飽きたら B を押すと元に戻れるかな。覚えておくのだ。元に戻れるんかい。飽きただってお前。ただの能力じゃないか。どうだ、丸い方はもうすっかりマスターしたか。ではサラダバー、愚か者め、ブワということらしいです。のことあろうさん、よっ、倉庫の中にあるものはどれでも好きなものを持ってっておくれよ。で、うちの旦那が元に戻るのは長すぎもんだよ。私もクヨクヨしてらんない。すぐに店の準備を始めなくちゃ。でも本当は早くこの人に元の姿に戻ってもらって一緒に店をやりたいんだよ。早くしろ。倉庫は全部俺がいただいたぜ。はい、本日お昼ごろ、リッチリッチエクスプレスのダイヤが一時乱れる事件が発生。列車の写真を撮ろうと、ジュオーネが駅員の制止を振り切り、ホームが身を乗り出したため、列車はホーム手前で緊急停止。停車、列車を好きな人の気持ちは私にもわかります。でも、人に迷惑をかけてはいけません。ジュオーネは駅員からたっぷりお気を捨てられた真面目な話。ショップ探偵団。ああ、ウーロン街の売店。最近はホットドッグ屋に押されっぱなし、ショップに気づかない人もいるとかいないとか、老舗の存在意義が今まさに囚われている。そんな崖っぷちのご主人のホットドッグコメントをどうぞ。ホットドッグなんて、はぁ、売店来て、来てよ。不適切な発言を一部編集しました。ほう。ことばかり。俺より入門、さあ、フレッシュジュース。ハニーシロポ、とろみが殴らばれ、しっかり角圧処理すれば、はい、出来上がり。ハニーじゃねえか。はい。大したことねえな。転がれるようになったっていう話なんで、いっか。うん、おえ、よし、転がってみるか。これのままコロコロできたね。うえ、戻れる。こんぐらい登っていけよ。ふっ、怪しいね。風か？吹き飛ばしてくれよ。うえ。あ、これ音鳴る前に終わっちゃった。よし。さあ、森の奥へ。進んでいくね。あ、ちょっと失礼。俺、こういうのが一番嫌いなんだよな。この、穴の怪物とか嫌いなんだよね。この、顔ついてるやつ。しっかり顔ついてるやつ、俺嫌いなんだよね。なんか怖くね？怖いよ。君、怖いよ。ハンジ。見た目可愛いけど、ちょっと厄介な相手。最大 HP は7。気をつけないといけないのはバンジーさんの子守歌。ちょっと眠らされてしまう。ガードすれば眠らされに済む。逃げてしまう。OK。抱きつぶしてやろう。はーい。4か。眠らないで。逃げた。危ねえ。普通に逃げた。強いね。強いね。いらん。こんなやつに何の恨みがあんだよ。オーバーキルじゃないか。レゲンチ。俺はこの間入ったかっただけなのよ。まあ、それ拾える？よし。あ、拾えねえんだ。おめえ、ちょっと引っかかるんだよ。うん、うん、やったぜ。いっぱいじゃね。ああ、じゃあ仕掛けた。あっちや。ちょっと引っかかるんだ。ほい、
めちゃめちゃ金だけ稼がせてくれる。よし、お前は避ける。ダメだった。なんだ、金ピカのやつがいるじゃねえか。ひらめくパンチ。あ、幻のパンチ20。これで攻撃が大きいが、こちら HP が少ないときは逃げた方がいい。なるほど、ならば全力で相手してやろう。疑心アタックでどうだ。全然だ、全然だな。いや、そう、お前らは逃げろ。やべ、寝ちゃった。え、強っ。強っ。嘘でしょ。え、強っ。え、ちょっと待って、どうするこれ。逃げるか。強くね。ほい、ああ、強くね。逃げるかい。しかもアイテムを2つ失った。強くね。びっくり、びっくり。何お前。うわ、強すぎだろ。うわー、来た。怖い怖い。そんな顔で迫ってこないで。ハンマー投げるバッチリ。僕を無視したダメージ。なるほど。怖い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 、ついてくる。ほろほろ。あ、あそこ外れじゃねえか。うわ、皮が剥がれた。かわいそう。さあ、奥まで結構進んできたけど、なんだ、怪しいな。すぐ怪しくなるぞ、こういうのは。フルアーダーを結構使うな。うん、まあいつも回るよ。先に解き明かしてからやるやつ。ぶっつけ。押せるんかい。一瞬動くんかい。なんで、なんで落ちるんかい。どっちかい。じゃ、聞こえ。ハイパー深夜も。要するに力を貯める技を使う深夜も。ああ、ハイパーばっかだな。ふぅ。やだな。スーパーカードで弾き返すって方法もある。無理ですね。やった、回復した。いや、強いぞ、ここは。単純に強い。早くレベルアップして。ん？あんじゃねえか、やっぱり。よう見つけたの、俺今。感覚よ。なんか、なんか、狼じゃね？敵。ここは化け物が住むという驚人か。なんだか嫌な感じじゃ、ごめん、お前にしてたわ。はい。
前じゃなかったわ、ごめんな。回復しとこ。よし。よし、じゃあ、ここら辺にしときますか。では、ここ、オードロン寺院に向かって、次は何が出てくるのかという話ですね。では、また、生き延びて頑張りましょう。バイバーイ。